お兄ちゃん。うん？面白い話して。え？じゃあ歌を歌ってくれる？物語を聞かせて。ああ、この前どこまで話したっけ？ポジが月給に行った。うん、じゃあ話すぞ。月給の学教、越境学校、学校越境、学教越校、学校月教。え、月給月給って何それ？物語だよ。コウジが月給に着くと二人の人物に会った。一人は学、もう一人は教。教は学士で、学は…お兄ちゃん。ん？自分で笑ってるだけじゃん。
し、やっぱり気になる。気になるか。じゃあまた後で話そう。お兄ちゃん心配するな。フキを捕まえたらすぐ行く。真っ暗ね。妖魔が中に隠れているのかしら。用心するに越したことはない。もし妖魔がいたらどうする。どうする。兄ちゃんがいるじゃないか。この石門の絵、すごく奇妙だわ。慶明橋、山の鬼神が祀られている場所。虎と関係がある彫刻があるってことは、本当にここにフキがいるのか。もしかしたら、この人が霊山の山神で。ん？白い虎はその使者かな。この人たち、石中軍を通り抜けてる途中。何があったのかしら。最後に山神は鬼神の祭壇にたどり着いてフキを見つけた。ほら、あの光っているものがフキよ。この石柱を正しく調べないと、試練を通過すれば扉を通ることができる。きっとそうだ。そう、お前すごいな。お兄ちゃんがよく教えてくれてるから。できた。さすがお兄ちゃん。待て。うわ。そう、下がれ。お兄ちゃんごめんなさい。いつも私のせいで妖魔が。気にするな。もうやっつけただろ。家の周りに野犬の群れがいたのを覚えてるか。うん。家の近くで遊んでたら、なぜか何度も追いかけられたわ。それでいつもお兄ちゃんが追い払ってくれた。妖魔も犬も同じだ。そうに手出ししようとする奴らは俺がやっつける。Thank you.
お兄ちゃんにこんな風に危険を冒してほしくないの。私のために今までたくさん苦労してきたでしょ。今はこんなことになってあちこち走り回って妖魔とも戦わなきゃいけない。私こんなの嫌だ。確かに家を出てから今までたくさんの妖魔に遭遇した。フキを見つけたらまた昇山に行かなきゃいけない。正直に言うとこの先の旅はもっと危険だろう。でも心配いらない。兄ちゃんがちゃんとお前を守る。私も何か役に立てたらいい。いつか私がお兄ちゃんを守れるようになりたい。わかった。今は俺が守って、いつかお前が守ってくれたらおあいこだ。うん、おあいこ。魂の匂い、なんとうまそうな匂いだ。ずいぶん長い間味わっていない。来るな。お前は何者だ。ほう、これは面白い。さまよう魂よ、私がお前をこの世の苦しみから解き放ってやろう。そう、
姫、まずはお前を始末してやる。覚悟だ。大丈夫か？うん、平気。ならよかった。行こう。これが吹き？多分。ソア、ここで待ってろ。すぐ戻ってくるから。うん。天使K。あなた、すごく綺麗ね。このカナエもすごく綺麗。あなたの家なの？あれ？私、あなたを触れるの？なんて可愛いの？もう友達になったのか？うん。祭壇を借りれば手間が省ける。そう、ここに立って。後でお前はここに立って、何が起きても動くな。うん。怖くない。兄ちゃんはここにいる。電信訓練、千年勤労、在前道義、満100センチ、雷電。どうだ？魂の気配が覆われた。魑魅魍魎の心配をしなくていい。うん。
見た目は前と同じみたい。でも火の体はやっぱりちょっと違う。しばらくの間だけだ。きっと元の体に戻してやるから。大丈夫。お兄ちゃん見て、これもすごく便利よ。団注射イエーベイヤン。え、まだ歌い始めたばっかりだよこいつ。さあ行こう、昇山へ出発だ。うん。黒炎が9つの叶えを作り、その威力は計り知れない。もし宮廷が融合すれば、世界を破滅させることができる。なんとか制御できても黒炎に飲み込まれてしまう。我々は黒炎に勝利し、全てがこれで終わったと思った。まさか戦いの後の余波が隠れた危険を残すことになろうとは。傷跡は時とともに薄くなっても、やはり治ることはない。そう。ん？歌を全部歌ってくれないか。いいよ。団注射
在风向似朝阳，天心将送我向别高堂，莫悲莫哭莫回望，有我相爱长庚，无教无丢无有相。自分で歌うのは恥ずかしいよ。布なんて折れないし、旗折りだってできないよ。そうは野菜を育てて、生薬も扱える。それだってすごいよ。そう。ん？歌を全部歌ってくれないか？気分はどうだ？うん、特に変わったところはないわ。ならよかった。機関人は吹きの力を借りて術が使えるそうだ。本当に？機会があれば試してみよう。気分はどうだ？なんてことないわ。うん、手伝うことができてすごく嬉しい。さっきすごかったな。でも危険なことがあれば兄ちゃんに任せるんだぞ。心配しないで。南のそう遠くない場所だ。具体的な位置は小さな村がある。訪ねてみよう。
くぞ。終了。うわっ、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 うわっ